こんにちは。強迫性障害確認行為に悩んでいる皆様へ、目から手を出せというメッセージです。確認行為ではなくてもヒントになる部分があれば、どうぞピックアップしていただければと思います。 OCD の人にとって確認を繰り返す行為というのは、心配や不安を解消したいがために繰り返しているものですが、実際それは逆に不安を増やすようなもので、とても悪循環なものです。以前このチャンネルでは強迫性障害と丹田に絡んだお話をしました。丹田を意識し、丹田そのものを自分自身にすることにより地に足をつけるという視点でした。この丹田を意識することは、強迫性障害のみならず他の精神疾患にも心身の安定にとても良い方法ですけれど、丹田を意識するというイメージが難しい場合もあります。そんな時、確認行為を鎮めていく方法として、目から手を出すという方法があります。これだけ聞くと少しオカルト的な話のように感じますけれど、これは自分の体を使ってイメージをする方法です。イメージ力が強い OCD の人にとっては改善に近づける良い方法でもあるかもしれません。これは簡単に言えば、目でしっかり確認するということではありますが、その時に例えばドアの鍵の場合で言えば、見ているその目から手を出している、目から手が出ている、そういったイメージをします。その目から出た手で鍵をかける操作をします。当然実際は自分の手を使っていますけれども、自分の左右両方の目から伸びる手が出ていることをイメージの中で行っていきます。目から出た手で鍵をしっかりかけます。そのためには力強く対象物を見ることをしてください。余裕が出てきたら、その時少しでいいですので足の裏を感じてみてください。足の裏と地面の接地面を感じます。そうすると大地とつながりやすくなります。それは心の安定につながります。精神疾患と呼ばれるものと暮らす時は、この地に足をつける意識は大事なことです。ですから、そんな時こそ丹田を使うことは安らぎや緊張を緩めるのにとても効果的なのですけれども、それがなかなか難しい時、今回のお話の目で閉める、止める、それをまずは試してみてください。私たちは肉体を持ってこの世に生きています。その肉体はただくっついているだけではありません。私たちの心をサポートしてくれるものでもあります。この肉体とともに私たち自身、魂を進ませるために使ってもいいものなのです。今回は目から手を出すという視点でメッセージをしました。今辛い、その OCD の症状が和らいでいくことを心から祈っています。最後までお聞きいただきありがとうございました。またいつでもお寄りください。それでは。